それでは微積分2の第3回の授業を始めます。まず前回の第2回のまとめです。前回は教科書の第 4.2 節の偏微分と全微分というところから偏微分、それから全微分、接平面のところまで勉強しました。で、今回ですけれども、その前回紹介しましたその全微分に関してちょっと復習とですね、補足がございますので、それから始めたいと思います。それから今日の後の時間は、その先ですね、合成関数の微分と、それから高次変動関数について説明していきたいと思います。それではまず、その偏微分と全微分のうち、この全微分の補足説明ですね、から進みますけれども、まずこの全微分の定義を一回復習しておきたいと思います。教科書は133ページですかね。すみません。スライドにちょっと間違ってますけど、133ページです。で、全微分の定義なんですが、このように、R2 の中に、この D という領域を取って、その中で A、B という点を取ったとしましょう。で、ここでその領域 D から実数 R を値に取るような関数 F というのを考えるんですけれども、これが次を満たすときに、その F は点 AB で全微分可能と言いました。で、どういう定義だったかっていうと、ある実数 α と β が存在して、この、この H ですね、 H っていうのは微小な、実数ですけれども、この F の A プラス H と B プラス K、 だから A と B から少し離れた点での F の値と、この AB での F の値の差がこのような形で表すことができますと。で、それはH に比例する項ですね、α 倍の H、それから K に比例する項、βK と、それから H2 乗プラス K2 乗のスクエアルートよりも早くこう0に小さくなっていく項と、こういう形でこう表すことができますという定義でした。で、ここのスモール O の部分は、ですね、このランダムの大きい項を表していて、こういう性質を満たす項ですよということを言ってました。すなわち、この周りの残りの項に比べ、残りの項、この部分ですね、この部分っていうのは、この h2 乗プラス k2 乗のルートよりも、その h と k を0に近づけていったときに、早く0に近づくと。これ、項位の無限小というふうに呼びましたけれども、そういう項ですよということを言っておりました。で、ここでですね、その前回の授業後のレポートで、まず質問が出たのが、この部分なんですが、なんで h2 乗プラス k2 乗のルートなんですかっていう質問が出たので、ちょっと説明しておきます。で、この全微分っていう概念は、前回も説明しましたけれども、例えばこれ、ここに AB という点があって、ここで全微分可能だということを言うためには、この AB に向かって、この xi 平面上のあらゆる方向から近づいていったときに、この関数が同じ振る舞いを見せるということを言っているわけですね。ですので、例えば今、そうですね、ここにその A プラス H と B プラス K という点を取ったときに、この点というのは実際にはこの例えば点線の円周上のどこの点を取ってもこう同じように成り立たなければならないわけです。で、しかもその近づき方っていうのは結局その AB とそれから A プラス H、B プラス K のこう距離と関連づけて性質を定義するということなので、この AB とこの点 A プラス H と B プラス K の距離はこの H2 乗プラス K2 乗のルートなわけですよね。ですので、この距離が A プラス H と B プラス K とこの距離がですね、0に近づけば近づくほどこの項はより早く0に近づくということを言うために、ここのスモールのところの項は H2 乗プラス K2 乗のスクエアルートでその距離に比例させているということになります。ということを一応補足しておきます。で、確認しておいてください。はい。それから、今日はですね、もう一つ全微分に関して、一応もう一つ例題を出しておきたい、説明して、紹介しておきたいと思います。それは全微分可能性の判定というところで、与えられた fxy が点 AB でその全微分可能かっていうことを調べるっていうのが、基本的なその考察の一つとしてあるわけですけれども、前回の授業ではその AB で全微分可能でない例っていうのを教科書からの例を紹介しておりました。で、今回はその
全微分可能な方のですね、一応証明をですね、証明の一つの例を紹介しておきたいと思います。で、全微分可能かっていうときに、全微分可能ですっていうことを言うためには、何を言えばいいかっていうと、この全微分の定義からですね、この項ですね、これはどういう項だったかっていうと、ここの、O の H2 乗プラス K2 乗ルートに当たる項なんですけれども、ここが、H と K をこう0に近づけていったときに、より高位の無限小であることを示すということが基本的なやり方になります。で、ただこういう定義の書き方では、これが実際にそのどういう効果っていうのがよく分かりませんから、これ残りの他のこうやって分かっている項を使ってですね、この部分をどう表すかっていうと、こんなふうに F の A プラス H、B プラス K マイナス F の AB マイナス、これ、AB における X の偏微分係数かける H、あと、AB における Y の偏微分係数かける K を引いたもの。で、これを、AB と A の距離ですね、この距離ですね、H2 乗プラス K2 乗ルート分の1で割ったものですね。一応これが、H と K をそれぞれ0に近づけていったときに、0に収束するかどうかで判定するというのが、よく行われる、証明法の一つであります。で、そういう例をちょっと紹介しようというわけですね。で、ここでは、その例としまして、次の例を持ってきました。fxy として、これ、教科書には載ってないです。別の、参考書から引いてきたので、一応、今日の、授業資料の方で参照してください。もしくはノートに取って参照してください。で、これ、今持ってきた例はですね、ルートの1マイナス x2 乗マイナス y2 乗ですね。すみません、ちょっとこのルートの記号が、上のオーバーラインがちょっと抜けてしまっているんですが、これちょっとスライドのフォントの関係でオーバーライン書けないので、一応ここではそのオーバーラインがずっとここまでかかって、スクエアルートと平方根っていうふうになっているということに注意してください。で、この関数が、原点00で全微分可能かということを判定したいというわけです。種明かしを先に言うと、00で全微分可能であることを示しますということですね。で、まずそのためにその全微分可能なためのその十分条件を満たしているかどうかっていうのを一応いくつか見ていくんですけれども、まず F の00っていう値が定義されていて、この値1ですと。それから F の X に関するこの原点での偏微分係数ですね。それから同じく原点における Y に関する偏微分係数っていうのを調べると、これどちらも0っていうふうに等しくなりますから、これは少なくともその全微分可能である場合には成り立つ性質なので、このことから全微分可能かもしれないと、この段階でこう思うわけですね。で、そこで実際に先ほど出してきたこの項ですね、ここの式なんですけれども、ここに例えば F の00とか、それから FX の00とか FY の00っていうのを代入していきますと、こんなふうに整理されます。この部分がルートの1マイナス H2 乗マイナス K2 乗マイナス1ですね。それを H2 乗プラス K2 乗のスクエアルートで割った関数ですね。こういうふうに表されますので、あとはこの関数が H と K を0に近づけていったときに極限値が存在するっていうことを示せばいいわけです。で、そこで、じゃあ、具体的にどうやって示すかっていうと、ここではちょうどうまい具合にですね、この H2 乗、H と K っていう、H2 乗プラス K2 乗っていう項が出てきますので、これが出てきた段階で、その極座標を使うっていうことをこう思いつきます。多分思いついてください。はい。で、極座標は多分皆さん知っていると思うんですけど、X を R コサインシータ、Y イコを R サインシータと置くわけですね。で、座標平面上の点を R と θ で表すということです。で、これを使って H と K を変数変換を行います。そうしますと、まずこの項なんですけれども、H を0に近づけていて、K を0に近づけていくときは、当然ですけど、R は0に近づくということが分かりますので、で、そうすると、あとは、これ、H2 乗プラス K2 乗っていうのを R で表しますから、これを置き換えますと、これは、極限の式がですね、この R に関して、こういう式に
なります。 R 分の 1-R2 乗のルート -1 という形になります。でただこの段階ではこの R に例えば0を代入していくと分母も分子も0になってしまって不定形になりますから、これを不定形じゃない形にうまく変えると変形するということですね。でそれでその変形の仕方としてどういう方法があるかっていうと、この分子を有理化するという方法があります。あんまり馴染みがないかもしれませんけどね、多分高校の数学では分母を有理化するっていうのをよくやられたと思うんですが、その分子を有理化するという方法もありまして、でこれが今回有効な一つ方法の一つですね。で分子を有理化するんですけれども、じゃあ分子を有理化しようと思ったら、これルートの 1-R2 乗マイナス1ですから、これ分母と分子にルートの 1-R2 乗プラス1をかければよいと。でそうすると分子の分は 1-R2 乗マイナス1となって、それを整理するとマイナス R となるわけです。で一方で分母の方は、ルートの 1-R2 乗、プラス1あそうかとか、こうなるんですけれども、この段階で分母と分子を R を約分しますからこういう形になるということですね。でこの形になりますと、うまい具合にその R を0に近づけていったときに分母は1に近づいて分子は R に近づくので、結果的に極限値は0であるということが示せるわけです。ということで、この場合はめでたくですね、この与えられた関数が原点00で全微分可能であるということが示されましたというような形で証明が行われますので、こういう事例もありますので演習問題などでですね、こういう事例についても扱ってみるとよろしいかと思います。ここまでよろしいでしょうか。